いやもうこれで団体戦が出られるから嬉しいよ。雨の日がないね。気がついたらさ、全部晴れの日だ。そうだ、太陽、ご飯食べ終わったら洗剤買ってきて。あ、わかった。いいかい、隣のおじちゃんはいつも店先の方にいるから、裏口にあるものを買うときはでっかい声で呼ぶんだよ。ねえ、釘を打ってもらうときも裏口からでっかい声で叫べば来てくれるかな。え、釘？なんで僕ちゃんが釘なんて買うの？それは秘密。怪しいな。今日から買えんだ。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今俺たち子供軍団はキミコちゃんを入れたら7人のはずなのに、桟橋の船長は6人だって言うんだ。どういうこと？7人の侍もワイルドセブンもウルトラセブンも7人だろ。ウルトラセブンなのに6人だなんて。キミコちゃんとトモコちゃんと、あと太陽とボク君とお隣の兄弟の2人、あれ6人じゃない？子供たちが見ている世界と大人たちから見えている世界では微妙に少しずつ違う。私も7人だと思うけど。何だって？座敷わらしがいるね。何それ？じゃあ釘はその後で、とりあえず朝一に行くよ。俺はね、虫を鍛えに行く。朝一に虫相撲。おばあちゃんどうした？おばあちゃんちょっと話しよう。何、どうしたの、そんなとこに座って。かけっこでは何か負けたらしないね。そうなんだよ、みんなからそれ言われる。ウルトラ、おー、つくつった。ちょっと夏バテ気味だぞ。これはやばいな。釣っとくか。浮きだよ。さあ釣っとくか。やったぜ。アオリイカ一杯。前回はなんかさ、その料理のなんかあれが足んなかったらしいね。の種類っていうかさ、一匹だけだと料理ができないみたいな。すっごいじゃない。マジ。ニュー。ズン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 って釣るよ。どん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 釣ってけ。反応も良くなってきたよ、俺のマサバ。とにかくさ、この夏休みで一回はご飯作ってもらいたいから、ちょっと今日釣る。あら、マサバ。あー、反応遅れちゃうな。一回集中。うん、いい感じだ。マサバしか釣れんぞ。
すごい数のマサバだよ今日。5匹も釣ってる今。タミコンちゃん待って待って、こんなはずじゃない、こんなはずじゃないよ。待って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 、戻ろう戻ろう。でもちょっとあれがついでにあるかな、ないか。ビーン、ここはね、ちょっと釣りをしたいんだ僕は。ちょっと増えた、また。ここで釣り、端すぎてこないか。合言葉なんだろう。合言葉を言いな。怖い。ヒデブ、これ北斗の剣だろ。アベシドン。ヒデブ。アベシ。アベシ。よし。ヒデブはでもハートしか言ってないんだよな。今日の講義は。鍛え道具と虫の能力について熱く語ろうと思う、ね、待ってました。虫かごの奥というか上の方にいろんな道具があるだろ。あれは虫の鍛え道具が揃ってるトレーニングジムなんだ。もうちょっと早く言ってほしい。スタミナとか持つ力など虫の個々の能力を上げることができる。やりすぎると疲れちゃうこともあるからほどほどにしないといけないけどね。うん、あと道具の使用はどれも1日1回、1日1回早いもん勝ちなんで気をつけてくれ。じゃあ虫のいろんな能力についてこれから少しだけ説明。どうぞどうぞ。虫にはいろんな能力がある。それらは先ほど話に出ていた鍛え道具でトレーニングすることでそれぞれバラバラに上げることもできるんだ。つまり虫の長所や弱点を考えてうまく鍛え道具を使っていくことが虫を鍛えるコツの一つってことなんだ。熱い。というわけで各自持ち場につけ。おお、よし、うん、まずは豆ちゃん。今日はどこへ。はい、占って。はい。お、全部赤丸だけど、すごいよ。吉田商店の裏口まだ聞く。こっち島海水浴場。ああ、太陽のことだろうなこれは。はい。お、橋を直すんだな。はい。7。お、あっちに姫の家がおすすめ。なんかあるのかな。分かった、じゃあこれ終わったら行こう。じゃあよ、これ終わって行って釘を買う。はい。対戦前や試合中に、うん、これはそう怒るんだよね。技を出しやすくなるけど体力消耗させちゃうんだよな。もう使ってるよ、半端ないね。あ、でも全部空いてる。そうだな、とりあえずなあれ勝たせたいよね。ノコ、ちょっとこの弱小をどうにか鍛え上げたい。いけ、ゴー、やれ。おい、体力スタミナが食い投げ。おい、うまい。少しずつ強くなってきてる。おい、ゴー、
かぶり寄りが怖いからさ。おい、ね、頑張れ。やれ、ノコ頑張れ。いいねいいね。わーわー、これやられたら勝ち目ねえわ。押す力が弱いね、ノコ。押す力だな。これは何？踏ん張り。押す力。次は。半妙。レベル4の半妙。いくよ。やれ！力あるね、強い。おい、こらえろよ、こら。大かぶりより怖いんだから。やった。決まり手、押し出し。この調子でいこうぜ。じゃあ次は僕の番だね。バース、平田クワガタ。頑張って。マンジがためだ。うわー、これは強いぞ。わわ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 、すごい。いけそう。回復の前、梅だ。いけそう。回復の前しかないのかい、半妙。お前の技は押し出されちゃう。押し出しちゃって、じりじりだね。勝ったんだ。スタミナ、踏ん張りか。踏ん張りが欲しいか。踏ん張りにしよう。踏ん張り。次はお肉輪だね。このお肉輪がこうひっくり返す。頑張って。はいや、はいや、足引き。よし、頑張って。もう一回足引き行こう。もう一回行こうぜ。足引き、足引き、足引き。よしよし。あー、負けそう。いける。もう一回足引き。いい戦いを見せろ。あれ、あれ、何やってんの。いい戦いを見せて。万事がためだ。うわー、これやられたか。万事がため強すぎなんだけど。マンジ固めは強いな。スタミナこれだな。そして残すはあと2匹いるから、僕はもう山嵐があるからね。いくよ、ゴー。頑張って。マンジ固めだ。うわー、早速かい。いけそう。山嵐。山嵐いいね、かっこいい。いけるぞ。あ、多少やられてるか。多少やられてる。多少体力が。うわ、勝った。何を伸ばす、思考だね。だからちょうどいいかもな、技を出しやすくさせるために。あ、思考は使っちゃったのか。お肉はか、スタミナ。じゃあもう一匹。これちょっと勝てないかもな。半妙、もう一匹いるから。いくよ、レディーファイ。頑張って。うわ、される力はすごいね。いけそう。平田クワガタ、これに対する手立てがない。押し出しちゃって。いや、平田にはコクワか。勝ったんだ。
これもう使えないもんね今な、トレーニング全部使ってるし。じゃあ全員、はい、そのまま行っちゃおう、あっち島に。で、スマート吉田商店行って釘買って感じだね。何回も溺れて何度も泳いできて、ついに泳ぎが上手くなったと思うけどな。あっちだったっけ。リストラか。悲しいな。ここだね。お、誰かいるじゃん。やはり蔵の中のものは市か県の博物館にでも寄贈するしかないな。今のまま保管しても毎年お金がかかりすぎる。貴重なものが多いから売ることもできないし。残念だけどね。ああ、私たちご先祖様に怒られちゃう。まずはしばらく扉を開けて中に風を入れておくわ。うん、そうしよう。ん？蔵を開ける日が来るのかな。じゃあ中見たいね。みかんちょっと食べよう。みかんがないと疲れている。みかんを食べろ。時期じゃないからすごい酸っぱい。なかなか落ちないか。してきた。クエン酸を取って疲れを取る。もう食い荒らしちゃうよ。ないね、なかなか出てこないよな。一発で出てくるとき一発だな。まあでもこのくらい今あるから食べなくても大丈夫かな。よし、じゃあ向かおう。釘を買いに。よく船の下に落ちてたけどね、瓶。
してたよね。見当たんないな。ないね。またしばらく経たないと出てこないだろうな。太陽たち何やってる？もうなんか二人していい感じじゃねえか、この畜生。なんだよ二人して。いいね、いいと思うよ。吉田商店。こんにちは。いらっしゃい。釘をください。みんないか、釘をください。もしかして奥だからさ、ここで言えばいいか。おじさん、おじさんってば。こっちから登場。釘10本買った。はい、前だり。これで橋が完成かな。もうメンバーできてるから、いないね。いや、ドキドキだね。新しい橋ができる。作るよ。ついでに半妙もさっといてくれりゃ、これ半妙じゃね？違う？これセミ、これテントウムシか。おお、ちょ待って。やった、手に入れたぞ。でかっ。さあ、橋だとちょっと長いぐらいがいいよな。それでいいや。なんかいる。これさ、今水槽見つけてもさ、水槽がないからね。板持ってこ。もうトンカチ入れた時からね、それこれ気づいてたから、多分橋作るんだろうなってね。できた。意外に綺麗な橋ができたので、私はなんだか嬉しくなってしまった。待たれたぜ。行っちゃう。だってもう早速ニューだもん。向こうは海水浴場、もう海なんだ。こっちは、わあすげえ、全部ニューだ。すごいよ。やったぜ。ミスジ町。ニューだよ、ニュー。ほら、全部ニューだよ。小蛇の目。やった。嬉しいね。これはなんだ？何かいるかな？なんかいるかな？やったぜ！何がいた？ダンゴムシ。あ、勝っちゃった。いらないのに。すごい。なんだ？ここ。ルリシジミ。
これも。やったー。よろしくね。オナガアゲハ。これちょっと分かんなかったね、ここの道は。たまたま入ってみたけど、これはあの秘密の花園って言われるところかな。なんかあるって聞いてたからね。この先は？お、水たまりだ。何？どこへ続いてんの？これ何？おんぼろな小屋。一回ちょっとこっち行ってみようか。わあ、何ここ。すごいんだけど。ん？なんだ？おうおう、地図じゃん。マジか。何気に揃ってきてる。やばい。これは日記書かなきゃ。やったぜ！日記書こう、日記日記。すぐ。すげえ、日記。トレーニングね。橋完成。地図。ここは高台か。もうちょっと、もう一つ。なんか超一番、今日一番のぼくくんのドアップだったね。ここは何がある？うわ、すげえ。何？小川がさらさら流れてる。どこに繋がるんだろう。何ここ、全然来てないよな、初めて。ここに繋がるんだ。こっちはいけないんだね。へえ、ここちょっと泳いでみる。行けちゃうじゃん。向こう浜、ちょっと釣りしてみようよ。はい。ヒットってもう魚見えねえからさ、ヒットに合わせてやっていかないとだね。マコガレイ。こっちのね、海にも、あれなんだろう、あの、門消しがあるから、門消し探さなきゃね、ウマヅラハギ。ちょっと、泳いでみよう。と、いやー、ドキドキですよ。初めてのとこだからさ。なんかね、遺跡があったのかな。ここは行き止まりだ。もう海を泳いでてさ、勝手に多分6時になっちゃうよね。どこなんだか方向感覚は全然つかめないよ。すごいな。ん？なんかあるよ。これなんだ？あそこ上陸できんの？あ、看板みたいのがあるね、左のところ。あれなんだ？ここ上がれる。行ってみよう。右と左にあるけど。やったぜ。左側ちょっと行ってみようか。
供島採石場、子供島って言うんだ。採石場、そうですね。ギャフン、なんだそれ。待て、よし。子供島ってちっちゃい島なんだね。本当に子供みたいな島だからかな。この先は行けないんだ。行けないね。じゃあこの右上、採石場、この上は上がれないんかな。なんかいい魚が釣れそうじゃない、ここだったら。ほい、ジャンプ、ジャンプ、サイ、ん？お、オートバイ場手に入れた。こんなところでかなり、やったぜ、やったぜ。ここは降りられない。こっちからか。でもなんかあるかな。これ以上上は行けないんだ。ちょっと一回さ、これ釣ってみようよ。なんか絶対なんかいいのが出そうだよね。はい、釣ったか。たーけい、ウィポン。潮の匂いっていいよな。すごい好き。誰かないないかな。よし来い。何が釣れた。マコガレイ。サイダーのなんかあったよね。ちょっと待って、ちょっと待って待って待って。あ、なんか黄色ある。何だ。ビルビン、ちょっとさ、今サイダーのあれあったよな、こっちに。あった、やった、順調。やった、また長くなるよ。どこだ。じゃあさっきのでしょ。戻る、戻る。で、ここから先行けないってやつかな。行けないね。ちょうどあれなのかな、こっちと境目なのかな、境界線。なんかすごい橋があるけど、どこなんだろう。
ほら、いい感じ。ジュース瓶。おお、3つもあるぞ。すげえ。取れない。あ、なんか穴がある。待って。あ、取れない。で、この下にさ、穴あるよ。ちょっと待って、上がれそうだ、ここ。待ってね。ここ。通り過ぎた。あれ、吉田商店。嘘、ここ何？吉田商店戻ってきたってこと？すげえ近いとこなんだけど。待って待って待って、ここも上がれちゃうんだ。え、吉田商店じゃん。え、こんなところ、あ、桟橋。あら、なんか戻ってきた。この穴から出てきたってことか。いや、わからないもんだね。なんかここから出てきた。ここってどこ？あ、ここか。すげえ。そんな生き方があったか。そういえば、もうけし相撲やってないなと思って戻ってきたんだよ。でも一緒かな、快速と。虫は使えば。そう、疲れてくんだよね。もう全部使えないかな、トレーニング。ああ、もう使えないんだね、今日は。ああ、違う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 。ごめん、間違い。もん消し。ボクちゃん、はい、何も考えず土俵の両側をだんだん叩くだけじゃダメだぜ。そうなの？自分のもん消しが倒れそうな時は叩くのをやめて落ち着かせるんだ。逆に相手が倒れそうな時は一気に叩いて倒すってことさ。そっか、そういう使い方ね。もん消しって叩いた方向に寄っていくんだよ。ああ、そうだな。時には左の方だけ叩いてもん消しを交代させてみるのも一つの手かもしれない。というところで、そろそろボクちゃんのもん消し相撲も無事上達してきたことだし、もん消しに関する公開講義はこれでおしまい。これ以上教えたらライバルが増えちまう。今までどうもありがとう。さあ、かかってこい。僕から行くよ。スモールキャリア。スーパーワンワンナイン。ゴー！お手柔らかに。負けちゃう。やっぱ負けか。余裕だね。次は俺の番だ。ゴー！よし、行くぜ。弾く音聞こえるでしょ。やば！ラジオしてんのか。負けたよ。次は俺かな。覚悟はいいか。やるじゃねえか。よし。次は私の番ね。もう出てこないね、新しいやつ。
じゃあ全員海潜って吉田商店だな。でもさ、今日釣ったやつでさ、お母さんなんか作ってくれ、頼むよ。今日でやっと作れるでしょう。なんか一個は作ってほしい。頼む、一個は作ってくれ。一個なんか食べたい。おばちゃん一個お願いします。途中、料理の途中だけど。あ、僕くん、釣ってきた。お魚釣ってきた。頼む。はい、お願いします。どうだ、10匹以上あったらおばちゃんにフライ。なんだと、15センチ以上ならおばちゃんの、あ、これは食べられるんだ。2センチ足んない、これも足りない。3匹以上いったら、おお、25センチ、そんなの。じゃあ1つだけいけるってことだ。今日尻焼けイカ、おばちゃん生のまま着よう。あ、生は大好き、食べよう。じゃあ今日の晩ご飯に出してあげるからね。嬉しい。その時なぜか自分がとても大人になったような気がした。だね、あと日記書いとこう一応な。オートバイ以上な。そうそう、レアだった。ケシ博士、そう、初めて。楽しみだな、ご飯が。ご飯だよ。ご飯だよ。はい、待ってたよ。やったね、美味しそう。僕、橋を直して島の向こう側の森の方まで行ったんだ。そう、行ったんだ。こっち森か。あそこは緑が深くていいとこだ。明治の頃に一度不審火の山火事でハゲ山になったらしいが、その後植林して今じゃ大きな大きな森に育っちまった。あそこは隠れた枝道がいくつかあるから気をつけていくんだよ。さらに進むと向こう浜の海水浴場だ。そこから見えるのは隣島。浅瀬だから泳いで向こう岸まで渡れるぜ。あんた、あんまり危ないこと教えないでね。大丈夫さ、関係ねえよ。関係ねえよ。よっしゃ、じゃあ食べよう。いただきます。いただきます。いや、自分で釣ったやつを食べるっていうのは美味しいね。至福の時だよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。僕、この島の森の奥で古い地図を見つけたよ。あと1枚。お空がすっごく広く見える不思議な原っぱなんだ。え、どこの原っぱのこと？太陽みたいにこの島で育った子にとってお空が広いのは当たり前だから、どこだか分かんないんだろうね。というわけで古い地図は残り1枚。1枚か。でもその1枚が大変だ。スクッと、みんなね。 DJ アキのファンキーレディオ。さあ、といったわけで今日も最高の放送をしてみんなに熱い時間をプレゼントしちゃうぜ。ラジオね。ということでこの番組は両親の仕送りが止められたので食費を切り詰めて浮いた分でギリギリでお送りします。イエーイ。それではファンキーレディオスタート。あのおじさんいるかな。さあ出てこい、出てこい。75号。そう、キミコちゃん来てるからね。おやすみ、早い。
から入れる？歯磨きとさ、お風呂入っちゃおう。秋が今一番大切にしている宝物はということで、みんなアッキーファンだからもちろんわかるよね。どしどしファックスの方送ってください。ということでまずは横から。危ない、ああそう、危ない危ない。一緒に入っちゃってもいいけど、あ、そうか、同い年じゃダメだよね。お父さんと喋ってくるか。株価、そうだ、じゃあお風呂の前に一回トイレ行って、昆虫をさ、ジャンボくんに預けちゃえばいい。これこれね、やっちゃおう。結構いっぱい今日取れたから新しいの。ほらでっかいのばっかりだね今日は。土曜日とかドリフとかやってほしいよね。8時だよとかさ、火曜の夜だっけ、あのドリフ大爆笑は。まだかな、どれかな、これか、ルリシジミ。さあということで曲の間にたくさんのファックスいただきました。早速紹介してまいりましょう。ペンネームマルキンマルビさんからいただきました。でかい長崎アゲハ。そこで答え、アッキーが今一番大切にしている宝物は防虫剤。さあもう防虫剤、これは何、小蛇の目。ちょっとね、不正解なんですけども、防虫剤。ダンゴムシ、これ逃がしてあげようよ、持ってるからね。わっはーい。防虫剤、マルキンバルビさん、あのね、宝物を聞いてるんですよ。防虫剤っていうのはちょっと考えたら分かる。防虫剤、ちょっとね、これちょっとごめんなさい、これちょっとハマっちゃう。ラジオの DJ さんはもう仕事なんないね。防ぐ虫の防虫でしょ。ちょっとごめんなさいね、ちょっと防虫剤、ちょっとハマっちゃいまして、ごめんなさい。出たかな、そろそろ。続いてのファックスに参りましょう。ごめんなさい、忘れません、一回防虫剤忘れようか。ああ、そう、防虫剤忘れよう。続いてのお便り、これ何、あ、これ何コンビさんからの答えです。アッキーが今一番大切にしている宝物は、うん、中はゴミだらけなの、手こぼしとかつつ、ね、ゴミだらけ掃除しろよね。そう、ホコリが溜まってんだね。もちろん防虫剤でもない、もちろん防虫剤でもないんだ、これは。出た？ドキドキだ。あー、まだ入ってんの。キミコちゃんまだ入ってん、長いね。1時間入る？ちょっと待って、書いてくる意味はわかるんだ、これは。でもね、防虫剤を書いてくる意味は分かんない。私だったらこれで、ね、おばあちゃん先に出るかな。何を考えてんだろうな、防虫剤って。わかんない。あれ、はい、おばあちゃん、ないもう。すいません、ちょっと今日2枚しか紹介できなかったです。名前だ。はい、飛ばすよ。何があったかちょっと分かんない。その続きは今日2枚しか紹介できなかったということで、じゃあ答えを発表してね、今日はお別れにしたいと思います。はい、続き。たぬき、あれ、また繰り返し。これはもうあれかな、もうずっとループか。 DJ アッキーのファンキーレディオ、入れるか。出た、よし、歯磨き。9時からじゃないとダメなんだね。よし、毎日歯磨きしてるね。入る。一人だ。キミコちゃんはごめんになっちゃうんですけどね、あれかな、お姉ちゃんの部屋にいるのかな。上がってみよう。おう、間違えちゃった、ごめんよ。なんですけども、
このコーナーはアッキーの今がわかる。アッキーに関する問題を出題します。今日の問題はアッキーが今一番大切にしている宝物は、アッキーが今一番大切にしている宝物はということで、みんなアッキーファンだからもちろんわかるよね。どしどしファックスの方送ってください。ということでまずは記憶太陽いたな、この野郎。太陽、キミコって活発だしなかなかいい子だよな。はぁ、少しだけ可愛いしな。はぁ、いいか、今日から俺とお前はまたライバルだ。はぁ、それは嘆かわしい男子同盟崩壊の瞬間だった。さて、日記を書いて寝よう。初めてのね、そう、いや、イカの塩辛の味がする。崩壊。次は女子と同盟を組もうかな。これがいいかな。おやすみ。明日は門消し集めで頑張ろう。